高見里勝義は長野県安住野市出身で東韓部屋所属の大相撲力士。本名は和木勝義。身長184センチメートル、体重149.5キログラム。最高位は西幕下16枚目。2014年の春巡業から2018年の春巡業まで勝負師とのコンビでしょっきりを務めた。男ばかりの4兄弟の次男として生まれた。 兄弟4人とも身長1 8 0トルを超す中自身は特に大柄で中学3年生で身長1 8 0トル体重1 2 0ラムの体格をしていた。両親は共働きであったため料理を作るのが好きという自身が兄弟の夕食をこしらえ米は1日8号を炊いていたというスポーツ歴は中学時代に柔道を村のクラブで習っていた程度で 相撲は全く興味がなく、誰が横綱かも知らなかった。しかし母の知り合いが、東館部屋の講演会員という縁で、小学校高学年の頃から勧誘を受けていた。和木は勧誘を断っていたが、2004年9月場所に、上京、部屋でちゃんこを食べていると大人たちに囲まれ、そのまま入門の面談となった。もとは中学を卒業したら定時制高校に、 通いながら仕事に就こうと考えていたが、仙台当館からお相撲さんになればお金もいっぱい稼げるし、女の子にもモテるぞ。やるかと言われ、思わず、はいと返事をしたことで入門が決定した。2005年3月場所に初土俵。同期生には和歌の方や大道、後に同部屋となる秘書富士や白子がいる。しかし女の口通過に4場所。 そこから序二段通過にさらに三年を要するなど出世は遅かった。序二段を通過するまで二回にわたって七千全敗を喫しており、特に2007年三月場所に七千全敗を喫した翌場所の同年、五月場所には一番相撲から四連敗し、二場所にまたがり十一連敗と苦難を味わった。土俵の外でも他に三人いた、同部屋同期生がすぐに引退したばかりか、弟弟子も、 なかなか部屋に定着せず、雑用に明け暮れる日々を過ごすことになった。何をしても勝てないし、自分には、相撲は向いてないと思ったと故郷に帰ることも頭を、よぎったが、入門から丸4年が経過した2009年3月場所に3段目昇進を果たした。初めてセッターを履いた感想については、あのシャリシャリした音が気持ちよかったと今もしみじみと嬉しそうに話している。 三段目昇進を起西に名を本名の脇から高見里に改名。2012年12月19日に中村部屋が閉鎖した際には秘書藤士と白子が東館部屋に転籍し、さらに後輩もできて8年に及ぶ雑用係からようやく解放された。それ以来、稽古相手が充実したのか、力をつけ、中村部屋の力士たちが合流して2場所目となる2013年。 3月場所で3段目通過を決めた。これについて、今までは稽古で負けても兄弟子だから仕方がないと思っていたのが、同期生には負けたくないという気持ちになった。仕事が楽になった分、稽古に集中できるようになったのは大きかったと本人は話しており、さらに自分が幕下に上がれるなんて思ってなかった。博多隊が締められるなんて最高ですよと喜んでいた。 2014年頃からは部屋付けの大戦の進めもあり、巡業で食りを担当するようになった。2016年5月場所では、西幕下39枚目で6勝1敗の好成績を残し、翌7月場所は西幕下16枚目に昇進。この場所は3勝3敗で7番相撲を迎えたが、その7番相撲で黒星を喫し、3勝4敗の負け越しとなった。 2017年4月14日の春、巡業松本場所では関取未経験ながら、長野県のご当地力士として人気を集め、稽古では8連勝を交えた20番をこなすなど、関取地下士をアピールした。2018年5月場所限りで引退。引退後は巡業の会場設営を担う会社に就職し、相撲界を外から支えている。ありがとうございます。